昭和43年から作り始めまして、うちの先代はこれもろにカレー皿と、今度若い方もカレー皿と言ってくれる、スナックとかそういうレース行った時にカレー頼むとこれで出てくると。それは一番、この町は分業の町なんですね。でもいろんな会社がいっぱいあって、それぞれ何十年もかけていろんな技術を持っている、何十年もかかった技術をすぐもう月の日に利用できる町全体が一つの工場、これはこの町の一番のものづくりの町の特徴だと思います。口に触れる一番大事な道具だと思うんですよ。日本人による日本人のためしか考えてないカトラリー、美味しいの名脇役、一言で言うとそれを目指しているわけですね。この地域では百均さんのものから純銀までこの地域で作る、それだけ職人の幅が広い、これは世界一です。おそらくジャパンスタイル、燕式の作り方というのは世界に広まってですね、今のステンレスは世界でどんどん皆さん作れるようになりましたけど、ベースは燕式です。日本製品はまだまだ頑張っております。それをぜひ皆さんのご家庭にお届けできたらという思いで作らさせてもらっています。燕市はですね、ものづくりをするにはですね、大変素晴らしい地域だと思います。わざわざ移動しなくてもですね、この地域でですね、ほとんどのものができるという大変なメリットがある地域でないかなと思います。今回ふるさと納税でやらせていただいている包丁なんかは長く使えます。研ぎ直しをしていけばですね、本当にずっと長く使える包丁ですので、ぜひともですね、メンテナンスをしていただいて末永く使っていただきたいと思います。